お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？世界を魅了。ロンドンを走るレクサス LFA とエンジン音の秘密をお送りします。今回は、レクサス最高級車 LFA の魅力の一つであるエンジン音についてフォーカスしたいと思います。まずは、レクサス LFA がロンドンの街中を走る様子を捉えた動画と、その動画への海外の反応をご紹介します。著作権の関係で動画自体は流せませんが、内容はこんな感じです。投稿者によると、ロンドンの街中で LFA を目にするのは初めてのことで、めったに見られない光景だ、と興奮が伝わるメッセージを残しています。動画は、黒の LFA と赤のフェラーリ F430 ノビテック仕様が2台一緒に走行しているというもの。信号待ちで止まる時にはカメラを持った人たちが一斉にカメラを向け、また信号が青になって発進する時にはあのエンジン音に魅了されるという内容になっています。その後、2台が前後で停車した際には周りに人が群がってきました。車の所有者もサービス精神からエンジン音を聞かせてくれていたのですが、不思議なことに集まった人たちのカメラは、ほぼすべて、レクサス LFA に向けられています。あれ？フェラーリは、見なくていいの？って感じですよね。そんな動画を見た外国人から、様々な反応が寄せられていたので、一部をご紹介します。海外の反応。レクサスは大成功したよな。彼らが作るマシーンは素晴らしく美しい。最初のところで走ってる車が LFA だってことに気がついて、日本人男性が誇りと共に立ち上がるシーンが好きだ。レクサス以外には誰も興味がなくて吹いた。レクサス LFA は日本が生んだ傑作車の一つに余裕で入るよな。LFA のエンジン音とタメを張れる車は間違いなく稀だと思う。この車がもう生産されてないなんて。音の質でフェラーリを黙らせたのが好きです。俺もレクサス LFA のエンジン音の大ファン。誰もフェラーリには注目してないのがすごい。LFA は手元に置きたいが、430は別にだな。だって、俺は LFA のエンジン音の方が好きなんだよ。LFA と比較されちゃう方は気の毒だわな。俺はフェラーリの大ファンだ。LFA にエンジン音が負けてるのが残念でならない。あくまでも、個人的には、だけど、LFA の方が好きだわ。エンジンの音が完全に F1 カーのそれでたまげた。でも LFA には黒よりマットブラックか白の方が合うよ。どうせなら邪魔者なしに LFA のエンジン音を楽しみたかった。はは、みんなレクサスしか見てないね。良い動画だ。それにしても、やっぱり LFA はかっこいい。レクサス LFA への絶賛の嵐でしたね。さて、世界中で500台しか販売していないという LFA。これが5台も揃ってる姿が見れるとしたら？続いては、そんな夢のような共演をしている動画の内容をご紹介します。5台のレクサス LFA がレース場で失踪。5台のレクサス LFA がテストコースで失踪する映像が YouTube 上に公開されました。個人名義の YouTube チャンネルから今年になって次々と公開され、特にバンク街から定点撮影された2本の映像には、車好きの海外ユーザーから多くのコメントが寄せられています。これは、トヨタ直営のテストコースではなく、福島県いわき市にある
あけぼのブレーキ工業のテストコース、AI リングで撮影されたようです。限られた説明だけなので、どのような目的でテストされていたのかなど詳細は不明です。動画には、失踪していく LFA が映し出されていますが、車体の色が、それぞれ、イエロー、ブルー、レモンイエロー、シルバー、ホワイトと全部違ってて、びっくりしました。海外の反応。大変、LFA が5台も。一日中座ってずっと見てみたい。全世界で最高のサウンドを奏でる車。こんなにも多くの LFA が一箇所に集まったことがあるだろうか。V10 天国。背後でさえずる鳥の声がこの傑作を完成させている。LFA はまさにアート作品。傑作と言えるでしょう。世界最高のサウンドを奏でる車であることは間違いありません。これを見ているだけで幸せな気分になれる。ベストなエグゾースト。これを見て涙が出てきたよ。あの音はとても美しい。たとえこの動画が20分あったとしても、再生し終わった時にすぐに終わった気がして寂しくなってしまう。この動画はノーカットなのがいいね。何も音を加えていないし、2本目の動画からコオロギの音が聞こえてくるし、さらに素晴らしい。この素晴らしいビデオを見せてくれてありがとう。LFA のエギゾーストが大好きだよ。これは、まるで、野生の馬の群れを本来の生息地で発見したような気分だね。小さな馬たちよ、走れ走れ。最初から最後の1秒まで見られる動画はあまりない。くだらない話もない。自撮りカメラもない。インフルエンサー気取りもいない。完璧なビデオだ。ありがとう。唯一無二の LFA スパイダーもいたし、とても良かった。レクサス LFA の魅力の一つに、どちらもエンジン音が挙げられていますね。この音について調べてみました。レクサス LFA は、音にこだわりを持って開発され、ヤマハが主にエンジン音を担当したと思っていました。しかし、ヤマハが関わっているのは、主に室内音のチューニングだったようです。排気音を作ったのは、創業90年目、愛知の老舗金属加工メーカー、サンゴ。そんな世界中を魅了した排気音が、どうやって生まれたのかを見ていきましょう。1928年に、プレスカ工業として創業したサンゴ。すぐに、できて間もないトヨタ自動車工業、当時との取引を始め、以来、トヨタ向けを中心に、マフラーなど自動車用の排気周りに特化した部品作りの技術を磨き上げてきました。曲げの技術に定評があり、トヨタ向けのシェアは約6割と業界トップ。しかし、排気周り部品の開発の歴史は、車の普及に伴う騒音との戦いだったといいます。例えば、70年代に開発した二重構造の排気管。運転中は、管全体が小刻みに振動し、放射音が発生しますが、管を二重にすれば、間に空気層ができるため、音が外部に伝わりにくくなります。エンジン回転数を上げた時に、マフラー周りで生じる空気の対流音が問題に。このため、マフラーに特殊なバルブを取り付け、エンジン回転数に応じて開閉ができるようにしたんだそうです。排気管内の圧力を柔軟に変えられるため、エンジン効率を落とさずに消音できます。市販車のマフラーでは業界初の試みです。最近ではマフラー側面に直径 5cm 程度の鉄塊をゴムで取り付ける技術の採用が進んでいるそうです。エンジン回転数が上がった時に特定周波数の音が排気管内で振動しやすくなるのを防ぐ仕組みです。ちなみに2012年発売のトヨタ、クラウンなどで使われているようです。
小音で着実な地位を築いたはずの産後に転機が訪れたのはレクサス LFA の開発でした。トヨタからの注文はフォーミュラ1 F1 の車を思わせる低速時も高速時も綺麗に聞こえる音を作ってほしい。エンジン音を聞いただけでレクサス LFA とわかる。欧州の高級スポーツカーのようにエンジン音をブランドにしたいという依頼だったのです。エンジン音に蓋をするのではなく、その音を生かして美しくする。しかし、技術陣が頭を悩ませたのは、求められている音が、人それぞれの感性に訴える嗜好品だった点です。音を消す作業は、国も人種も関係なく、誰もが認めるゴールがあるものの、音作りはそうはいきません。ここから、楽器作りにも似た手探りの作業が始まったといいます。まず取り組んだのが、フォルマントと呼ばれる音声学に基づく分析。実は、音の聞こえ方は、その人が話す言語によって異なります。例えば、犬の鳴き声は日本語では、ワンワンですが英語は、バウワウ。海外のエンジン音も、こうした言語感覚に基づく音色があるとみて、日本独自の音探しに時間を割いたのです。具体的には、フェラーリやポルシェ、アストンマーチンなど海外のスポーツカー約10台の排気音を周波数別にマッピング。その中にない音を導き出し、レクサス LFA 用に設定。音が決まれば、次はそれを奏でる排気管の設計。ここでまた大きな難題が立ちふさがりました。綺麗な音を響かせるための排気管の理想的な形は、縦笛、リコーダーと同じくまっすぐな直線。普通の車であれば、排気管はバッテリーなど他の部品の邪魔にならないように何箇所も曲げられて車台に組み込まれています。ですが、それをやれば響く音ではなくなるとのこと。最終的には排気管を曲げないように他の部品を配置するという異例の措置で落ち着きました。音優先の車の設計となっただけに、調律も手抜きは許されません。音源でもあるエンジンは10気筒。10本のパイプが排気システムにつながる構造ですが、そこで各パイプの音の周波数が噛み合わなければ不協和音が生じます。誤差数ミリメートルの金属加工技術を駆使して各パイプの長さを調整したのです。また、エンジンの高音域の音が聞こえやすいよう、マフラーには一定以上のエンジン回転数で開くバルブをつけました。フルスロットルの時こそ、奏でる音も調和の取れた繊細なものでなければいけません。小音追求で培った緻密な技術があったからこそ、関係者がシンフォニーと呼ぶ音作りに成功したとも言えるのでしょう。通常の車の2倍を超える開発期間を経てできたレクサス LFA の音色は、トヨタからの評価も高く、10年にはトヨタの技術賞を受賞しました。レクサス LFA で培った音作りの手法はさらに改善を進め、今後発売となる他の車種にも導入される予定だそうです。音を舞台にした技術の進化、自動車業界を支える日本のサプライヤーの底力があったんですね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本のものづくりには、こういった、長年培ってきた職人の技が隠れていることって多いですよね。今回のレクサス LFA についても、天使の方向と呼ばれるエンジン音の陰には、職人の技がありました。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。